ゴスティーニ。皆さん、こんにちは。営業の望月です。編集の野田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、私、営業なんですけども、非常にこういう模型シリーズですね、これは結構こだわり持ってまして、私プロダクトマネージャーを店にやった時は、まあ、ここにもありますけども、ホンダの CB7 版、これは私の手で作りました。はい、非常に今呼ばれてないんですけど、呼ばれてなくてもですね、そういう編集会議とかには顔を出してですね、こことこうした方がいいんじゃないのっていうようなことをやったりします。はい、編集は今何をやってるんですか？私はですね、組み立て模型付きマガジンを主に担当してまして、はいはい、最近ですとロビ2ですとか、スターウォーズ R2D2、はい、それから今新しい試みで取り組んでいるもので、はい、小惑星探査機はやぶさ2を作る、はやぶさ、そうです、はい、はいはい、などを担当しています。もうね、うちの編集も人数少ないので、一人でいくつも抱えて、皆さんプロフェッショナルにやってます。はい、で今日はですね、はい、新しい商品である、ジャガー E タイプを作るをお持ちしました。ジャガー E タイプ。ね、ジャガーです。ジャガー。はい、じゃあ早速ですね、この模型のジャガー E タイプの魅力をちょっと説明していただきたい。はい、今日イチゴのパッケージをお持ちしたんですけれども、はい、パッケージの方にもですね、こちら書いてありますけれども、はい、世界で最も美しい車ということで、こちらですね、ジャガーイタイプ、イギリス車なんですけれども、はい、そうですね、イタリアの名車であるフェラーリ、はい、フェラーリの創業者のエンツォ・フェラーリさんがですね、はいはい、ライバル車であるにもかかわらず、ジャガーイタイプをご覧になったときに、世界で最も美しい車だと言ってしまったというほど美しい車、はい、こちらにあるのがジャガーイタイプです。で、先日イギリスのロイヤルウェディングをご覧になりましたか？見ました、はい、ヘンリー王子とメーガンさんが青い車に登場するシーンを覚えていらっしゃいますか？あちらがですね、はい、ジャガー E タイプ。あ、ジャガーでしたね、あれ。そうなんです、ジャガー E タイプでした、はい、確かに、はい、であちらはジャガー E タイプの、シリーズ 1.5 というもので、はい、それを電気自動車にしたシリーズ、ジャガー E タイプ0というものなんですけれども、今回我々が作るモデルはジャガー E タイプシリーズ1、はい、1961年に販売されたもの。一番最初のタイプ。そうです、はいはい、でまずですね、こちらの模型ご覧いただきたいんですけれども、はい、印象的なのがこのロングノーズですね、はい、どうですかこの。いや、このね、ラインが美しいですよね。そうですよね、はい、で前のこの長さもそうなんですけども、私一番好きなのは、はい、後ろから見た時のこのフィックスドヘッドクーペ。もう私も同じですもん、はい、ここからこう見た時の本当に流れるようなラインですね、はい、これが本当にクラシック、カー中のクラシックといいますか、はい、ジャガー E タイプの非常に特徴的な部分だと思います、はい、こちらですね、スケールが今回8分の1スケール、8分の1、全長が約55センチでかい、でダイキャスト製でずっしりと重いモデルになっています。実はこれ相関号についてくるここのボンネットの部分なんですけども、金属製ダイキャスト、非常に重いです。で大きさもでかいですね。これ本当に完成すると大迫力の、まあ、実物に近いというか初めてですけどね、うん、皆さんのお手元にこれがこう、再現できる。そうです、はい、でこちら外観だけじゃなくてですね、中もぜひご覧いただきたい、はいはい、ボンネットを開けてみましょう。ボンネット、はい、じゃーん、あー、エンジンどうですか、もしゆきさん。いいですね、まあエンジンもいいんですよ。まずね、この開いたこの感じが、そうですね、はい、まずかっこいいですね、うん、でこのエンジン の中身も非常に、もう細部にわたって再現されてますね、うん、ます、はい、エアフィルターとかね、キャブレターとかも全部再現されてますね、うん、はい、それからもちろんですね、こちらのドアも開きます、うん、こうですね、はい、開けていただいて、あとここ細かい部分なんですけども、うんうん、ガソリンタンクの蓋もちゃんと、ガソリンタンクキャップも、キャップ再現されて、ここまでは、ここまで開くと思わなかったです。それから後ろのハッチバックもですね、はい、じゃーん、はいはい、そうですね、開けて中を見ることができます、はいはい、昔はね、今ここですけど、うん、ジャガーはこう横開きのタイプ、うん、それもちゃんと再現してますね、はい、かっこいい、かっこいいでしょ、はい、はい、じゃあ次はね、こだわりのパーツの数々、これを紹介していきたいと思います、はいはい、まずこちら本革製のシート、本革です、はい、やばいこれ本革です、これ本革でちゃんと手縫いになってます、これ、はい、それからこれはタイヤは実際ゴム製ですね、はい、はい、これね、まあ、ゴムなんですけど、ゴム製ですけど、ちゃんとね、ここにダンロップ
ダンロップって入ってまして、このトレッドパターン、これもちゃんとね再現をしてます。あのここまで細かくあのこだわってます、はい、それからこれ何のパーツか分かりますか。何ですかこれ。この細かいパーツなんですけども、はいはい、こちらとセット。ちょっと待ってね、これ細かいパーツ、はい、これ何ですかこれ。こちら、はい、スポークですね。タイヤのスポークの部分。これほらジャガイタイプの、スポークホイール、これを一本一本手差しです。自分で作っていく、はい、もうねやばいっすねこれ、模型ファンにはもうたまらないというか、まあ、手間って思っちゃダメですよ。これはここまで自分でやるんだっていう、はい、やばいですねこれ。こだわりです、はいはいはい、それからステアリングホイールも、これ実際手に持っていた後、ちょっと重みを感じて、あ結構ねちょっとずっしりしてます。なんかこうプラスチックな感じではなくて、もうちゃんとダイキャストで、あの重い、すごい、ね、重量感ありますねこれはね、はい、ちゃんとこれもあの実際でもエンブレムというかその時のマークを、ね、ちゃんと再現してますね、はい、それからフロントのモチーフがこちらのジャガーの、はい、あのエンブレムがちゃんと入ってます、はいはい、これもね見てください。ここにちゃんとエンブレム、今使われてないですけども、はい、その時のねエンブレムちゃんと再現してます。はい、それからこちら、はい、モチーフさんきっとお好きなんじゃないですか、はい、エンジン部分、はいはいはい、ここね、私もここびっくり、一番びっくりしました。これ今までの車の商品でここまで実はやってなかったんですけど、エンジンといえば外観を作ればねそれで OK だったんですけど、これ中のねヘッド開けますよ。ここねコンロッド、これね作り終わるとあの隠れちゃうんですね。隠れちゃうコンロッドなんですけど、そこまでちゃんと再現してパーツで付けてる、こうやってこれ、ね、やっちゃうともう中見えないんですけど、そこまで作ってくるっていうですね、ある意味バカバカしいというか、素晴らしいですね、はい、はい、どうでしょうか、模型好きのモチーフさんにも十分お満足いただけるかな。いやこれはねちょっと本当に私個人的にはコンロッドと、まあ、このスポークはね本当ちょっと参りましたね、はい、そこまでやるんだっていう感じですね、うん、全部です、はい、タイヤ4つ全部やらなきゃいけないね。スペアもどれぐらいこうスポークやるのに時間かかるんですか。スポークは片側、私でも片側1時間ぐらい。あそうですか、はい、誰でもできます。できます。あ時間さえあればできます。はい、よかったです。じゃあいやこれをじゃあねもう全部自分の手で本当にクラスマンシップで、当時の車も本物もそういう気持ちでしたんでしょうけども、ここ2018年ですね、自分でクラスマンシップで一つ一つ組み立てる、このね醍醐味を皆さんに味わっていただきたいなと思います。こちらの週刊ジャガー E タイプ、創刊号が299円、通常号が1790円で全100号です。はい、299円、大変安くなってますけれども、これはね、皆さんにもう本当にお手に取っていただきたいというお試し買うということで、安くしております。創刊号だけ特別にね価格しておりますので、ぜひ、皆さんご覧自分の目でご覧になっていただいて、お買い求めいただきたいなというふうに思います。はい、はい、詳しくはウェブサイト、デアゴスティのウェブサイト、それから全国の本屋さんで、書店でね、もう配布してありますので、実際に実物ご覧になっていただいて、この中でこうやって見えます、確かめていただいてご購入いただきたいと思います。はい、はい、では最後に、いつもの決めのあれをやりましょう、はい、せーの、はい、デアゴスティーニ、はい。